宮前川放水路の紹介をしていきます。宮前川の放水路は宮前川の別府町から吉田までを結んでいる水道のトンネルとなっています。その昔、松山では宮前川は暴れ川として三つの方で昭和59年大雨の際に大規模な水害をもたらしました。そのため緊急の改修が必要として津田橋の少し下あたりから弁天山を抜けて空港の方へ道を逃し水路を分けました。その後は下流域では水害が減り、水質も良くなり、魚が住み始めるようになりました。この放水路トンネル内、水がとてもきれいで魚も泳いでいます。瀬戸内海に注ぐ頃には美しい海の風景となっています。この放水路とても高いため、道の部分からは高いフェンスが設けられ越えられないようになっています。トンネルは2キロほどつながっています。ご視聴ありがとうございました。